店工事、店工事、店工事、1976年3月11日台、は、香川県関音寺市出身の元プロ野球選手、投手。左投げ左だ。香川県関音寺市出身、香川県立関音寺、第一高等学校、岡山理科大学卒業。関音寺、第一高校入学時は、外野手であったが、当時の監督に勧められ、 当主に転校。岡山理科大学は2部リーグで、本人曰く、うちの高校の方が強いんじゃないかというぐらいのチーム、だった。当時は、全くの無名選手だったため、高校は、一般入試で、大学は、野球とは関係ない指定校推薦で、それぞれ入学している。大学卒業後は野球を辞めるつもりで、就職活動をしていたが、父親の知り合いの紹介で、 社会人野球の NTT 四国のテストを受け高評価を得る。しかしこの年の NTT 四国はすでに新人の枠がいっぱいだったため、まだ枠に余裕のあった NTT 中国を紹介され、1998年に NTT 西日本に入社。翌1999年に同チームが NTT 西日本中国クラブとしてクラブチーム化されて以後も活動を続けた。 当時 NTT 中国の本拠地は広島市民球場の隣であったが広島東洋カープのスカウトが見に行った試合はいつも打たれたためスカウトの目に留まることはなかったこの年限りでのキューブが決まっていた NTT 西日本中国クラブのエースとして都市対抗野球大会中国地区第一代表を獲得1回戦対大阪合戦に先発し 敗戦投手になったが、キレのある変化球に、数球団のスカウトが注目した。しかし当時、プロ野球のスカウトの間では、サンゼは NTT 西日本に移籍すると言われていたため、プロからの誘いは、後日の大英を除き来ことはなかったという。本人は、キューブを機に、社会人野球をやめて草野球でもやろうという、つもりだったというが、本人の意向を知った。 福岡大英ホークスから辞める前に試しにテストを受けてはどうかとの誘いがり、入団テストで当時の投手コーチだった小花孝浦から高評価を受ける。同年秋のドラフト会議で同級団から7巡目指名を受けて入団。28歳でのプロ入りだった。新人ながらチーム事情により抑えを任されオールスターゲームに監督推薦で出場。 最終的に横山道也と並び32セーブポイントで最優秀救援投手、城島健治と共に最優秀バッテリー賞を獲得。チームはシーズンを勝率1位で通過。プレーオフではセーブライオンズと対戦。サンゼは第1戦を8回の1イニングを無失点。第4戦でプレーオフ初セーブをマークした。しかし第5戦では、 延長10回から登板するも犬伏としやきに勝ち越しの儀悲を打たれ、これが決勝点となりチームは敗退。最後に悔しい思いをしたが、新人での最優秀救援投手は、与田剛、以来二人目左腕ではしょ。新人での最優秀バッテリー賞受賞は、史上唯一。新人王にも選出され、28歳7ヶ月での受賞は、パリーグ最年長受賞者となった。 は、開幕から好調で4月22日の西武戦で10、西武目を挙げた。開幕から24試合目での2桁西武到達は、プロ野球史上最速記録となった。しかし5月1日の千葉ロッテマリーンズ戦で、調整登板をした際に、ベニー・アグバヤニに3点本塁打を浴びて、シーズン初失点を喫すると、以後は、投球が乱れるケースが増加。 さらに6月2日の阪神タイガース戦では9回裏に金本智明に東部支給を与え危険級退場。7月4日の東北楽天ゴールデンイーグルス。戦では10球連続ボールを含む3連続支給と大乱調で2軍降格となった。その後は昇格するも、真原隆弘が抑えに抜擢され、自身は中継ぎとなった。結果的に18セーブをマークしたが、 防御率は4点台となり、翌年以降はマハラが抑えとなり、サンゼは中継ぎ1000人となった。も前年途中の配置転換から変わらず中継ぎとなった。この年は40試合に登板したが、防御率4.68と安定感を欠いた。は28試合の登板に終わるなど、二軍で過ごすことが多かったが、防御率は2.245と比較的高騰を見せた。 はチーム最多の44試合に登板するも、約4分の3が負け試合での登板だった。も、自己最小の17試合登板に終わり、防御率は6点台だった。の開幕は、ソフトバンクだったが6試合しか登板できず、6月24日、清水商会との交換トレードで中日ドラゴンズへ移籍。移籍後に一軍登録され、 中継ぎで登板するも結果が出ずにその後は2軍、生活あったが、クライマックスシリーズより1軍に合流し、日本シリーズでも有資格者に選ばれて、日本シリーズ初登板を果たした。は、開幕1軍入りを果たす。6月5日の対ロッテ戦、名古屋ドームでは移籍後発、2008年以来3年ぶりの勝利を飾るもその後は不調で2軍降格。 7月に復帰するとその後は一軍に止まり計44試合に出場、ホールド数は2005年と2006年に記録した11ホールドに次ぐ7ホールドを記録した。はキャンプ中に左肘に違和感を覚え、3月に関節有利体除去、肘関節形成の手術を受けた。シーズン終盤の9月25日に一軍復帰した。は20試合の当番に止まった。 9月25日、球団から引退が発表された。その後の引退会見において、落合博水 GM からは、異流を受けたものの、春先から肩の状態が思わしくなかったことが、引退の理由であると述べている。10月1日の対 DNA 戦、名古屋ドームを引退試合として、同じくこの年限りで、現役引退する、鈴木義弘、小林正人と共に登板し、 七回西から登板し、津岳里市から空振り三振を奪った。最終的にこの引退試合が同年唯一の一軍、登板だった。試合後のセレモニーでは、本当にいい野球人生だったと思いますと挨拶した。2015年より、中日球団のスカウトに就任。九州地区の担当として活動している。愛称は、名前から、三世店長、三世店。また、 初のお立ち台で、毎日たくさんの皆様にお越しいただきまして、ありがとうございます。と店長のようなコメントをしたことも、愛称の由来の一つである。プロ入り前は、阪神ファンであった、岡山理科大学時代に、サンゼ君のページ頑張れ、阪神タイガーズという名で、ホームページを作成していた。契約公開は、基本的に一発サイン。増額なら、感謝を述べ。 現法では自分の成績への反省の弁を述べる。大英時代にバッテリーを組んだ、城島健治とは、城島がメジャーリーグに移籍した後も交流が続いており、現役の頃はオフシーズンの自主トレーニングを合同で行っていた、同郷で2010年より量である、鈴木義弘を誘ったこともある。また、城島の影響で、釣り、特に磯釣りを趣味とするようになり、2011年には、 福岡市の釣り具メーカー、オーラの商品カタログに後輩のセッツただしと共に登場ている。大塚愛のアレンジャーとして知られるイコマン、イコマ竜之介とは高校時代の同級生である。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。